これは今月初めに更新した結句のホームページなんですが、私どもは、この結句ディジーズ、ドラッグ、それと医薬品添付文書を統合した結句メディカスというデータベースを、この NBDC からの支援で開発してきております。で、今日お話したいことは、ここで開発した情報と、それからその、すでにある結句の分子ネットワーク、特にパスウェイとかそういった情報をいかに融合統合して、その全体としてそのゲノムの情報を解析するようなリソースとしていくことができるかというのをお話をさせていただきたいと思います。ちょっと一番上にこういう図を入れたんですが、ちょっとこの図旗で思って分かりにくかったんですけれども、まずこのモルキュラーネットワークと書いているのがパスウェイみたいな分子間相互作用ネットワークですね。で、これは、手作業で作る知識ベースなわけです。で、それに対してゲノム等の大量データをマッピングすることによって、ゲノムとネットワークを統合して、その、特にその、意味を解釈するということで、結構よく使われているわけなんですが、このプロジェクトによって、この疾患と医薬品とこのネットワークの関連付けを行ってきました。で、それによってある意味で、より拡張された知識ベースができることになるわけですね。で、それをもとにゲノムと医薬品疾患を統合したネットワーク解析という方向性が出るのではないかと思っています。そのお話しする前に、少し今 のこの結局のパスウェイマップの現状なんですが、これが対象だけじゃなくて、いろんなカテゴリーがあって、今ではこの人の疾患に関する、パスウェイマップも結構な数になってきています。で、中身としてはがんとか感染症疾患、それ以外の疾患、さらには最近はこの、薬剤耐性ということで、抗微生物薬の耐性、それと抗悪性腫瘍薬に対する耐性に関する、メカニズムのパスウェイマップも、提供されております。で、これちょっと逆のパスウェイマップの一部を取ってるんですけれども、抗生物質を合成する、抗生物質を天然物として合成する、生物が合成するマップとして、例えばペニシリン、セファロスポリン、アルバペネム、モノバクタムといったものがあります。それから、抗生物質が作用して、このペプチドグリカンの合成系に作用して、このペニシリンバインディングタンパクですね、ですけれども、で、このペプチドグリカンがどういうふうに合成されるか、で、これによって細胞壁がどうできるかというマップもまた独立にあるわけです。ただこの両者をつなぐこの線ですね、これはマップにはちゃんと入っていません。で、これはある意味では我々の立場としては、これはそのこういうその、ある意味のノーマルなネットワークに対する、揺らぎといいますか、パーターベーションですので、そういうパーターベーションを全てマップに入れるわけではなくて、ですから、これは他のデータベースを見ればこういうつながりも分かるというわけです。これは別の例なんですが、非小細胞肺がんに関する、疾患パスウェイマップです。で、この字が赤くなっているのは、ゲノミックな遺伝子変異等の変化があるもので、例えばこの、AK の融合遺伝子というのがありまして、で、この融合遺伝子がある患者さんについては、このクリゾチニブが有効であると。それからこちらは EGFR のミューテーションとか、あるいはエキソンのディリションが入っている患者さんには、ゲフィチニブ等が有効であるということが、見る人も見れば分かるんですが、この薬の情報はこのマップには書かれてはいません。もう一つ例として、これは今の EGFR、非小細胞肺がんの EGFR に、ゲフィチニブ等を投与していると、その耐性が出てくるわけなんですが、その耐性 その、二次的なミューテーションに対する、新しい EGFR 阻害薬として、が出てきていますし、それからその耐性の結果として代替パスウェイというのが活性化されるんですが、その時のこのメットに関与する、あるいはそのナチュラルリガンドである HGF に対する薬というのは、これはまだ商品にはなってないと思うんですけども、開発されている。で、こういったことで、
でこれもこうマップをにもいろんなその後ろでこう説明しているようなことが今私が説明しているようなことはマップには全て書いてあるわけではないんですが、まあ、そういう情報は実はその結局ドラッグ等にあるいは結局他の結局の DSM のデータベースに入っていると、いうことをお話していきたいと思いますが、ちなみにこの対戦に関するポスターは田辺さんが、これは明日ですかね発表されます。でそのためのリソースとしてどういう形でそのデータベースを作ってきたか、特にまあこの結局ディジーズというのはこの、NPDC のプロジェクトによって、まあ、一番大きくデータ数も増加した、データベースなんですけれども、まあ、これを作る基本的な考え方としては疾患遺伝子、この結局ディジーズのエントリーというのがですね、この一つ前にお見せしたパスウェイマップよりももっとたくさんの病気が入っています。でパスウェイマップで表現されるような病気というのは非常に限られていまして、このディジーズを充実化させることによっていろんな疾患情報をネットワーク解析ができるというのが、我々の目標なわけです。で、このエントリーというのは一つの疾患に対して、遺伝、まあ、疾患の遺伝子、それからがんですと、カルシムジェンですね、それから、感染症疾患ではこのパソジェン、それからそれ以外のエンバイロメントファクターと、でこういったものをリスト化してるんですね。こういうのをリストとして作っている。つまりこの疾患、これもさっきのノンスモールセルラングサンキャンサーですが、この、まあ、疾患ではこの H 番号で表現されますけど、 H 番号とこのリストとの関係情報を、まあ、データベース化していると、まあ、そういう見方をしていただければいいかと思います。結局ドラッグの方も、まあ、そういうリスト化をやっているんですが、まあ、もちろん結局ドラッグには他のいろんなこういう構造上とかいろいろあるんですけれども、まあ、特にその分子間の分子のネットワークという観点で重要なインタラクションとしてはドラッグ、当然ながら標的とのインタラクション、それからドラッグメタボリズムですね。でどういうエンザイムあるいはトランスポーターのサブストレでなっているか、それからそういうそのエンザイムとかトランスポーターを阻害したり誘導したりする薬もたくさんあって、それがいろんな相互作用とかに関与するわけですけれども、まあ、その情報、それから先ほどちょっとクリザチンブの時に言いましたけれども、そのこの薬を与える時にはこういう診断薬といいますか、コンパニオンの薬がいるというそういうバイオマーカーがあるわけですけれども、その関係も何らかのそのネットワークの情報与えている、まあ、そういう観点でこの薬の D 番号とそういうリストの対応の一覧表を作っていくというのが、まあ、この結局ドラッグデータベースの一つの目的でもあります。それで、じゃあそのネットワークを解析するときにそのネットワークのノードとして何が適切かと、それが何と何がどういうふうに相互作用しているかということを見るときに、そのノードをどういうふうに定義するかというのは、まあ、結構大きな問題でありまして、まあ、遺伝子、まあ、ここにちょっと書いてありますけど、まあ、我々この KO という結構ソロブという形でネットワークのノードをその普通の、パスウェイマップでは定義しているんですけれども、その概念としては、まあ、このこういう個々の遺伝子、まあ、これインスタンスと書きましたけれども、まあ、特に生物種を超えて一つのノードを定義するような時にこの KO という概念を導入しているわけですね。で、まあ、薬の方も、これちょっと後でお話しますけども、今回のプロジェクトでこの DG ドラッググループという、データベース開発を始めたんですけれども、それもある意味同じような概念で、ドラッグのグループを何らかの機能的な単位としてネットワークの上の一つの単位として、定義するために、こういうデータベース開発を始めました。で、まあ、これインスタンスクラスという言葉を使ってますけど、このクラスは必ずしもそういうふうにこう、まあ、オントロジーをこうきれいに作るとかそういう意味ではなくって、まあ、もっと非常にプラクティカルにこういうネットワークのこういう相互作用を解析するにはこういうグループが適切だっていうような、まあ、非常にまあプラクティカルな提供をしています。まあ、ちょっとそれまたもう一度後で触れます。で、問題はこのディジーズなんですが、こちらの方はもともとこの遺伝子とかタンパク質のこれ配列がもう本当にユニークにそのオブジェクトを
アイデンティファイするわけですね。薬にしても我々はそのケミカルな構造単位にドラッグのエントリー作ってますので、まあ、これもはっきりしてるんですが、病気についてはそれがなかなかはっきりしない。で、まあ病気っていうのはもともとその概念としても結構その階層が含まれているわけですね。でどういうそのどこのレベルでその病気というのを定義するのが適切かっていうのもやっぱりこれはプラクティカルな観点から定義するべきだと思っているんですが、まあ今ですからこの結局ディシーズのエントリーというのは結構そのまあ、既に階層が入ってまして、まあ、こちらの方は先天性の代謝異常でそのミューテーションが入る遺伝子が違うことによってこうサブタイプみたいなのが分かれてるんですけども、まあ、そういうものをひとまとめにしたエントリーもあればここの、ディジーズのエントリーもあるというような、まあ、そういう作り方になっています。で下の方はこれはウイルス の疾患ですけれども、まあ、これも全体まとめたものもあればここに分けたものもある。でちなみにこのウイルスのゲノムとか疾患のに関しては今日ポスターで仁さんが発表されます。で、少しその KO についてちょっと話がずれるそれますけれども、この、アンタイマイクロビアルレジスタンス、抗微生物薬の耐性ということについて、まあ、これも今回の、プロジェクトの中の一つの大きなテーマだったんですけれども、これについてで最初これそのこういうその薬剤耐性の遺伝子っていうのは、まあ、特にこう例えばプラスミンに乗ってこういろんな個体をこう移り飛び回るというようなものもたくさんあるので、最初はそういう、まあ、これ結果モジュールというのがありまして、その中でこのシグネチャーモジュールっていう形で遺伝子を定義して、でそれによって識別するということで耐性を判定するような、まあ、そういうことをやりました。でただそれでは不十分でありまして、例えばベータラクタマーゼの遺伝子なんて非常にたくさんのミューテーションがあることが分かって、例えばテンだとか SHV だとかいろんなそのノーメンクレーチャーのもとにたくさんの配列が集められているわけなんですね。で、そういうその遺伝子のバリアント、ジーンバリアントって書いてありますけども、これはその、まあ、これまでその概念的にはその遺伝子をまとめた KO のグループがあってからここの遺伝子があって、でその下にここのバリアントがあるという、まあ、最初はそういうイメージで捉えてたんですけれども、実際にこういうふうにデータを集めてみて解析してみると、これもやっぱりその小さなその KO のグループとして定義することで、まあ、非常にその、まあ、これは予測能力もあるようなシグネチャー KO というものが作れるということが分かりました。で具体的に何やったかというと、これ K の17836という KO の大きなグループがあって、その中から TEM のグループ、 SHV のグループという具合にこう小さいグループをこうたくさん抜き出してきたんですね。ですから、まあ、実はまだこの番号のものにまだいっぱい残り物は残ってるんですけれども、まあ、きれいなそういうそのこのタイトリーディファインド KO というのは非常に、まあ、配列の類似度も高いし、でも機能的にもそれから独立したものというようなものを定義することによって対応できるということが分かったんです。でこういうものを使ってその、アンタイマイクロビアルレジスタンスを予測するようなツールというものを、パスジェンチェッカーというものも開発しました。で、まあ、ちなみに、ここで集めた配列セットをこれまあ普通のようなマルチプルアライメントをやって系統図を書くと、実は我々のクライテリアで作った系統のグルーピングとこの系統的な関係では非常にきれいにマッチしています。で他のクラス BCD についてもほとんどほぼ同じような結果になっています。で、まあ、そういうことがあるで、つまり、まあ、言いたかったのはそのネットワークのノード、それをその KO とかドラッググループのように一般化したふうにまとめたグループを作るときに、それはやっぱりプラクティカルに定義しましょうっていうことなわけですね。で疾患について何がプラクティカルかというと、これは結局今私どもがやっているのはこの医薬品手本書に記載された適応症ということで、その疾患というものを見直すと。でもともと結局ディジーズのデータベースというのは、まあ、一番最初にお耳に入っているみたいな、まあ、文献ベースで作り出したんですけれども、それを今全体的にこの添付文書に書かれている適応症の情報から見直すという作業をやっております。で今は適応症の中にはですね、これも先ほどお話したこのゲフィチニブですと EGFR 遺伝子変異、
陽性の手術のまたは再発非常細胞肺がんということが書かれています。まあ、アメリカの天文誌はもうちょっとこの遺伝子変異というのをもうちょっと詳しく書いてあって、エピデミアグロスファクターエクソン19ディリシューズエクソン21L858R サブスティテューションミューテーションズという、まあ、もうちょっと細かい書かれ方がしている、まあ、一般にアメリカの天文誌の細かい記述がされているんですが、まあ、こういう情報をもとに、疾患を全部見直すということを今やっております。でそれはまあ何のためにそういうことをやっているかというと、やっぱりそのネットワークの上に薬を載せて、それにそれに対する疾患というものを見るときには、やっぱりその薬と疾患との関係がまあきれいにつくようにという観点でやっているわけです。で、添付紙を使ったこととしては、もう一つこれもあのこのプロジェクトの第一期の頃からやっている話なんですけれども、その医薬品相互作用のデータを抽出するということをずっとやってきています。で、これあのハルシチオンという睡眠導入剤ですけども、これの添付紙を見ると、その相互作用という項目があって、そこにそのテーブルがあって、そこにこの薬と 何と飲むと併用禁忌だったり併用注意だったりということが書かれているんですね。でこれはもちろんこういうふうに言葉で書かれているわけですが、我々はそれをこの D 番号、さらにこれ今回新たに開発したこの D グループという番号に変換する、まあ、標準化するということをやっています。で例えばこの HIV プロテアーズ阻害剤と書いてあって、インチナビル、リトナビル等と書いてありますけど、この等は何だっていうと、まあ、ここにまあ全部そのリストがあるわけなんですけれども、我々はこの HIV プロテアーズ阻害薬というそのドラッググループを定義していますので、まあ、これ、まあ、ここにある意味添付書にこの知識がない方でも分かるような感じにしようということで、まあ、こういうことをやっているわけですね。ですからここでも、ですからその医薬品あのこの D グループの非常に大きな目的の医薬品相互作用ネットワークの濃度を定義するというその相互作用感で、どういうこの、ま、それは全てこの添付文書ベースのに抽出した情報なんですけれども、その濃度を定義するためにこの D グループというものをやっているわけです。でこの D グループというのはあのちょっと細かい話ですけれども、そのケミカルにただ単に変とか水分状態が違うだけのグループもあるんですが、それ以外のグループでもありまして、で今この結局のドラッグのエントリーの中にケミカルのグループというのはここの ATC コードとかと並んで入ってるんですが、それ以外のもうちょっと機能的な意味合いのグループというのはこのクラスという概念のもとに今これを整理しつつあります。でこのクラスというのはこちらのこのこういうあの大変な疾患の治療薬のテーブルもあるんですけども、ケグメディカスのトップページからこういうテーブルがリンクされているんですが、ここにもこのドラッググループというのが扱われています。でこの D グループというもので、我々がこの標準化した添付文書から抽出標準化した相互作用データに基づく医薬品相互作用チェックツールというものを開発しまして、まあ、これも古いバージョンがあったんですけれども、まあ、それからまあお薬手帳という前に作ったのもありますが、まあ、概念としては同じなんですが、まあ、もうちょっと使いやすいツールということで、普通のウェブブラウザの中で薬を入れて、その情報をまあこういうフォルダー形式で、保存しておくことができて、そのフォルダー単位あるいは 上位のフォルダー単位にその相互作用があるかどうかということが、まあ、自動的に分かるようなツールになっています。これ最後のスライドなんですけれども、今お見せしたようなこのドラッググループですね。でこれ結局の世界では一応入っているわけですが、この添付文書からどうつなぐかっていうところで、まあ、今ちょっと、まあ、これはまだ、ね、実現してないんですが、まあ、今のアイデアとしてはこれ添付文書を見ていって、でこの中に例えばここに HIV プロテアンゼ阻害薬っていうのが近畿の中に入って出てくるんですが、まあ、ここにマウスを持っていくと、まあ、こういうものがポップアップして、でもっと詳しくてその実際どういう薬をやってその商品がどうなってるようなことが、まあ、分かるようにするといいのかなっていうことで、まあ、そういうそのポップアップ事象を導入する予定です。でその他のツールステーケルマッパのサーチディジーズと、それからちょっと申し上げましたパソジェンチェッカーツールについてはすでに開発済みで提供しております。以上です。